小高し夫、万象堂、畜草エデにより、正陽紀年10年7月5日は、中国北宋時代の儒学者。字は、行夫、百元先生、安楽先生と称された。送り名は、公説、拓州藩養県の出身。幼い時に父に従い、守る宗ともじを検祖門さんの百元に移住。若い頃から自負心が強く己の才能を持ってすれば、 戦王の事業も実現できるとし、距離に近い百元のほとりに世を立てて、国く弁令した。この間、創発の忍者の陳丹の系統を引く理の際から、液鏡のカトラクショと先天少数の学を伝授された。やがて自分の学問の狭さを自覚し、各地を有力して、土地の学者に教えを小意見文を広めたが、道は外に求めて得られないと悟り、 帰郷して疫学について、試作を深めた。39歳頃に、洛陽に移住し、以後亡くなるまでこの地で儒学を教えた。商陽は貧しかったが、不、府柴芝光、定子兄弟、蝶はじめなどの性学会の大物を地域とし、物にこだわらない合法者脱な人柄から、風流の人号とも言われ、洛陽の老若男女に、自負のように慕われた。晩年に、天津教場で、 ホトトギスの声を聞き、王王石の出現と正解の混乱を予言した、逸話は、商用の疫学の一端を伺わせる。著書には、攻玉形成書と、詩集、井川劇上集がある。疫学としては、一二四八十六三十二六十四と、進展する、が一倍の方や、四季の,実の四実感の十十二詩の十二一世三十年の三十など、中国人に、 馴染みの深い数を適宜に掛け合わせる数理計算によって万物生成の過程や宇宙変遷の周期などを算出しようとした。数を通して理を考えようとした点は手記の疫学に影響を与えたと考えられる。小白音、小式君六巻十九。高接線高線点の学ぶ白音不詳、不感称散。 対来、お人事起承、三勝手長こと。自閉館、友客散歩転神協情、聞きと健康へ三千不落、客、盆裾のゆえ、乗り曰く、落葉急無と圏、今しいたる、嘘主。客曰く、何なり公設先行曰く、不二年、常用南下目称、台南人、専務変更、天下寺このたじ確か。客曰く、聞きとけんなみこれ。 公設先行曰く、天下、正児、地球児、北しかも南、進むらん、自、南しかも北。今南方地聞いたり確か、金鳥比類、特器の先物なり。春秋書、六撃退飛、河鳥、クルス、騎士のなり。事故の南北草木港移り、南方疾病症起こりの類、北人海区の確か。至り記念発、そのことの印、ことなり。 古行説高校かつて有志曰く、竜うぐいす、低所春なおあり、と境来る時きるいひ。また曰く、行く大大王者照らし、一辺残春定式。その指針確か。白音が後聞き広し周遊投票、本朝三下地、一日ありえすずめ数千周その上、一悪の曰く、兄この地進むためかなや。もっと府の、二恵比ス中向この木なり。いじかぜ 元のみきの、維新選君の説。滝良一、宿殺東洋歴史大辞典中間臨戦書店。1992年、P335。ありがとうございます。